いつもご視聴ありがとうございます。ゴールデンウィークももう終わりになりましたが、皆さんどこかに行かれましたでしょうか。私はほとんど仕事だったんですが、4月から始めた正社員の仕事も1ヶ月以上経ちまして、動画の中でもねお話ししているように、いろんなちょっと問題もあるんですが、まあ、人生で久しぶりに正社員になりまして、1ヶ月経ったところの感じたことなどを今日はちょっとねお話ししてみたいと思います。まあ私たちが若い時働いてた時と世の中は結構変わってきているなぁと感じながら働いてるんですけれども、まあ私は看護師として働いてるんですが、大まかに分けてこの4つのタイプっていうのがありまして、で現在はこの正社員として働いてるんですが、正社員になる前はパート、まあ YouTube もやってるんですが、看護師の方はパートとして数箇所で働いておりました。で、次が契約社員。いろいろ仕事を探していると契約社員っていうのも出てきます。で、その次が派遣ですね。まあ私は実は派遣では働いたことがないというか、うまく探せなくてなかなか行き当たらないんですよね。まあですが、職場では本当に派遣の方ばかりっていうぐらい派遣の人が多くて、皆さんね、どこかで探してね、やっぱり登録して来られてるんだろうなと。まあ、こちらについてはちょっと後ほどまたお話ししたいと思います。まあ、入職してみるとですね、案外不透明なところがありまして、ボーナスがいくらいただけるのかっていうのも、何回聞いても教えていただけなかったりとか、誰に聞いてもわかりませんって言ったりとか、なんかね、こう言いたくない理由があるんだろうなと思うんですけど、まあ、この65歳まで延長って言ってたお話もですね、なんか 100% 確定ではないようなニュアンスで、で、まあ何よりかによりですね、今のご時世、昔と比べると待遇が悪くなっているところが結構多いんですよね。スタッフが減って仕事量が増えて、で、社食がなくなったりですとか、もちろんボーナスも減ってきたりとか、あまり将来にこう焦点を当てすぎるのも、世の中が変わっていってる時代なので、まあこれを重視してここに決めたっていうのが、ちょっと今となってはどうだったのかなっていうふうにね、思っています。まあ前職はですね、こちらのパートっていう形で働いてたんですが、まあその時は保険とか一切かけていただいてなかったので、今までは国保で息子の分と2人分を払ってきてたんですね。まあ、今回正社員になりたかった理由として、健康保険と厚生年金がまあ目当てというか、会社がまあ半分払ってくれるので、健康保険に入りたかったっていうのと、あとはまあ一人なので、できるだけ厚生年金をかけておきたいという理由で、まあ、正社員になったんですが、まあ、パートの場合でもですね、週に30時間とか、まあ、20時間働けば、社保をかけてくれる場合もあるみたいなんですね。私の経験上は、どこも30時間働かないとダメっていうところだったので、あんまり旨味がなかったんですけど、周りにね、20時間でかけてもらってますっていう人もいて、まあ、コメントとかにもありましたが、それはね、すごいいいなって、羨ましいなってね、ちょっと思います。ちょっとこの派遣についてお話しする前に、こちら。私が正社員になって感じることっていうのをね、まずお話ししたいと思います。本当に久しぶりに正社員になったんですが、まあね、とにかくですね、休みが欲しい。これがね、目下の悩みですね。まあ当たり前なんですが、正社員になると拘束時間が長いので、休みがすごく少ないんですね。私の職場は年間休日105日で、まあ、就活してた時に年間休日っていうのを必ずこう見てたんですけど、一番少ないところで105日で、多いところはね、140日とかあるんですね。まあ多いところは年末年始とか夏季休暇もあって、それプラスリフレッシュ休暇っていうのが3ヶ月したら出るところとか、1年後に出るところとか、まあ、有給以外にも結構お休みがあるみたいなんですね。今現在ね、正直なところ、もうちょっとね、お給料安くてもいいんで、休みがもうちょっと多いところがいいなってね、本当にね、感じてます。
今までアパートで出勤時間ももうちょっと遅くて、社食もありましたので、朝は用意した後にちょっと YouTube の編集をやったりとか、ちょっとこう筋書きを考えたりですとか、ちょっとした用事をしてから出勤できたんですね。お昼休憩もですね、今まではどうしても YouTube の動画の最後のチェック見直しとかパソコン持って行ってやったりですとか、本当に少しの隙間時間で何かこう家の用事とか済ましたいことをできてたんですけど、正社員だからっていうのもあるかと思うんですけど、今の職場本当にね、お昼休む時間もあればいい方っていう感じで、昼ご飯食べたらね、もう速攻仕事に戻ったりとか、労働契約上はこちらの昼休みっていうのは60分っていうのは約束されてるんですが、こんなにはね、全然休めてないですね。それ結局朝も昼もなんかちょっとしたこともできる時間がなくなってしまって、まあ、仕事に行きながらどういう方法がね、本当に一番いいのかなっていうのを、もう毎日毎日最近は考えるようになりました。あとパート派遣と比べモチベーションの維持が難しい。これはね、本当に感じるんですけど、今まではパートでも日数を好きに増やしたりとか減したりとかできましたし、時間もちょっと融通が効いたんですね。まあ、一日一日仕事に出れば、今日いくら稼げたっていう、行けば増えるし、休めば減るっていう、まあ、当たり前なんですけれども、まあ、私にはパートとか派遣の方が、おそらく、こう、やる気になると言いますか、今日も頑張って働くぞっていうモチベーションにはつながりやすいかなとは思うんですね。で、あとこの最後なんですけど、まあ、正社員になってね、まだ1ヶ月なんですけど、まあ、煩雑な仕事が山のように来る。これは、本当にその通りです。私の友達はこれが嫌なので、フリーランス応援とかで働いて、正社員にはもう戻る気は全くなさそうな感じなんですけど、まあ、職業柄、研修ですとか、あと勉強会、まあ、カンファレンスとかミーティングですとか、すごいたくさんの書類ですとか、これがなかなかね、勤務時間の中でやっていくのがね、難しい時もあるんですね。先ほどの派遣についてなんですが、派遣だともちろんボーナスとかはないんですが、まあ、派遣ですとだいたいパートより時給がいいんですね。例えば、まあ、2000円だとするとですね、まあ、1日8時間働いて日当16,000円、20日出ればですね、月給32万円なんですね。で、これはですね、年間にすると384万円ということで、まあ、看護師としては高年収ではないんですけれども、まあ、他にやりたいことがある場合とかは、こういう働き方もね、あるのかなっていうふうにちょっと思ったりもしました。まあ、これからのことを考えると、ボーナスとか退職金とかがどんどんなくなったりとかすることもあり得るので、まあ、今のご時世に派遣っていう働き方の方がひょっとしたら合ってるのかなと思う面もあるんですね。まあ、アメリカなんかはフルタイムかパートタイムで、同一労働同一賃金っていう風になってるので、正社員っていうのにそこまでこだわらなくてもいいのかなっていう風に思ったりもします。まあ、こういう風にしたいっていう自分の理想の生活にできるだけ近づけられるような働き方っていうのを今すごいね、模索してるところです。ということで、本日は正社員になってみて、まあ、今どういうことを感じてるかっていう自分なりの葛藤を、ちょっと動画でお話ししてみました。本日もご視聴ありがとうございました。